回描いたモチーフはアジサイと、リンゴと、ブドウとっていって、水彩を描く方ならば一回はあのアジサイ上手に描いてみたいとかリンゴがうまく描けるようになりたいとかあの思っていると思うんですね。全体を塗るということではなく一番最初に描いた絵の具をなるべく残すようにして描いています。